商品レビュー専門オムガワダイレクトの提供です。ちょっと安めの電気製品、景品でもらったもの、食玩みたいなもの、あとはファストフードのおもちゃ。最近電子的なもの多いですよね。それ結構面白い。長く使いたい。でもいずれかは電池が切れます。そして電池が切れたら捨ててた。何かもったいない感じがしますけど、電池交換できないから仕方ないですよね。あ、だったら分解すればいいだろう。と思って見てみると、何このネジ。うちのドライバーじゃ使えないよ。あるんですよね。ネジはついてる。でも分解防止、いたずら防止。まあどんな理由があるかわからないですけど、ネジが特殊なんですよ。ちょっと知識のある人でしたら、開ければ電池交換できるはず。だいたい交換できる。でもネジのためにできない。どうやったら外せるんだ。まあ無理やり外すこともできますけど、せっかくのおもちゃが割れてしまう。壊れてしまう。下手すると自分が怪我する。その時に便利なのが、こちら。特殊なビットセットですね。いろいろビット、ネジがあります。まず用意されてるもの。ちっちゃなプラスドライバー。あとはプラスじゃなくて、この Y の字型のドライバーですね。特殊形状のものありますね。ちっちゃなマイナスドライバー。星型。あとはいじり止めがついたもの。星型で真ん中に穴が開いたもの。あとはちょっと渦巻いたもの。これ、ファストフードとかのおもちゃである三角。それとちっちゃな六角。ちょっと違う星型。まあ、いろいろついてますね。これだけあれば、大体の製品、開けれるのかなと思いますね。まあ、それとハンドル。ここ本格的ですね。電動ドライバーみたいですね。引いて押し込んで手を離す。これロックされますね。力入りますよ。しっかりロックされてますね。それとエクステンションバー。延長ですね。これを使えば延長できる。延長して使いたいところもありますからね。あと横にも差し込みがついてて、ここに接続する。そうすると力入りますね。力入れて回すことができる。これだけでいろいろ使いますね。多分電池切れで使えなくなったけど、分解できないから捨てていた。そうしたらこのドライバー、ぜひ手に入れてみてください。もしかしたら開けて電池を交換できる機会、あるかもしれないですね。オマガワダイレクトの提供、商品レビュー専門でした。